シャルル・トゥルヌミールは、フランスの作曲家。オルガン奏者として卓越した、即興演奏でも、有名だった。パリ音楽院で、セザール・フランクに、スコラ・カントルムで、バン・サン・ダンディに学んだ後に、パリ音楽院室内学科で教鞭を取りつつ、聖サント・クロティルド教会のオルガニストに就任した。弟子では、オリビエ・メシアン等が知られる。教会歴のためのオルガン曲集。 神秘のオルガンエルオーグ・ミスティークなどのオルガン作品のほか八つの公共曲といくつかの室内楽やピアノ曲を残した。初期の公共曲では、フランク楽派、ダンディ楽派の伝統を組みながらも、ベルリオーズに立ち返ったかのような表題公共曲を好んで作曲していた。やがて1910年代から、マーラーへの刺宿や、 同時代フランス音楽の影響が加わり、第一次世界大戦後には、バーバリズムや無調、多調などのモダニズムを反映するようになっている。同様の音楽語法の変化は、オルガン曲やピアノ曲にも見受けられる。ありがとうございます。